僕あの拠点メンバー考えるにあたって何まず大事にするかっていうポイントがあったんですよ。安定して確実に勝つのがこのシーズン通して一番大事だと思って、だからリスクを減らした方がいいと初戦は、はいはい、攻撃の時間が残り的に長いと思っていて、でもう これぐらい押し込む形がなんか俺の中でちょっと相当こっちの方が、ね、現実的になりそうな気がして、真っ当な競争環境をイメージ押しするということで、まあ、そういうことで、もう一個はこの2点を考えて、いやもう楽しみ、待ちに待った開幕戦やってきましたね。そうですね。どう1年この開幕戦のチーム状態は。いやもう一番いいんじゃない、うん、まあ活動ももちろんやってきてるし、うん、その活動の中での、まあ、質というか、はい、そのみんなのやる気、うんうん、もう本当に右肩上がりで来てるんで、うんうん、今日はもう万全の状態だと思ってる、はい、いいですね。ポイントだよね、まあ、今日のポイント、ああ今日の試合のポイントは、ああ俺ちょっと考えてたんだけど、ああやっぱり、まあ、誰が点決めてくれるかっていうところが俺にとっては一番ポイントなのね、はいはい、そうすると、まあ、ケンスケかケントだと思って、確かにね、まあまあ、多分ね、その2人だと思うんで、ああ多分ケンスケかな、なんだかんだあいつ決めてほしい時に決めてくれるから、ああああであの前回のワンソウル戦の時に平野のクロスの、はい、まあ、もう頭に入ってるじゃん、はい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 、あれはあの質で来るなっていうのをインプットしてるのよ、うんうん、だから今日はそれに合わせて入ってくる、うんうん、あの試合も何回かめちゃくちゃあったね、あと一歩でみたいな時があったから、うん、あれをもうケンスケはもう分かってるから、なるほど、ね、多分それで入るんじゃないかな。今日安コーチがあーもうリーグ戦からね、うん、安心感ない、あんだけボールをこちら預けて安心できるプレイヤーいないし、まあちゃんとうまいじゃん、はいはいはい、全てのプレイヤー、うん、他にもベンチだったら、そうね、まあ俺結構リュート好きで、リュートのあのドリブルっていうのは俺に絶対できないし、やっぱ自分にないものを持ってるプレイヤーっていうのは、はい、はいはい、リュートの、まあ、でも積極的に行ってほしいよね、リュートは。おはようございます。今日待ちに待った開幕戦ということで、おそらく皆さん楽しみにしてきてくれてると思います。で今日はちょっとメンバー外になってしまった、まあ、トマリとか翔太も来てくれてるんで、ちょっとこういうメンバーのためにもぜひちょっと勝ちを取っていきましょう。 OK ですか？よしで、全員出る準備はしといてほしい。まず今日に集中していきましょう。 OK、 よし、よし、はい、今日スポンサーの竹内社長っていう4つ目の会社の方が来ていただけるから、もし政治家でちゃんと挨拶して、ほぼみんな方でやってるけど、それスポンサーの方のおかげだから、そこだけ意識して、よし、行きましょう。じゃあ7時からアップで、今8時53だから7分ぐらいストレッチとかジョギングとか13までいいで、2人組の今から相当気合入ってる、相当気合入ってる今からは今から最後4-1で回して、あとはフリーでいこう。あ、なるほど。全体だったらやっぱり1、やっぱ こっちの方が絵になるわ。閉まって見えるから、いい絵撮ってください。そうそう、いや、素晴らしいパススピード。
ことでもないです。そこは圭介さんと。あら、圭介さんはもう、だけじゃない。Down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll them down. My ladies, short, tall, thin or wide. Always down ready to ride. めっちゃ高いっすよ。赤で止める。いいっすね。一番光ってます。そうそうそう。
してるから、でもこの先ここの試合多いから、いやいやもう1試合目で慣れるみたいな感じで、刺す必要はないんですよ。ずっとあれが気になるんですよ、奥にスライスするのが怖すぎて、奥に一応切れないんですよ。逆はもしかしたらさっき切りやすかったんで、あ、ほんと、こっちさ、これでいいよ、それでいいって、もう何も気にしなくていいから全部やらないで、で、平野しかやっぱキッカーいないから、もうちょっとで、一応ニアに一人走り込む。どういうプレーをしたい？これ聞かない関係。いいね。中で崩して。点取るよ。ゴールだ、ゴール絶対。はい、これだ。
お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？いやー、まずも勝ててよかった。本当に本当よかったね。それが一番の気持ち。まさかの接戦。いやフルメンバーで接戦。まあね、でも 1-0 で勝ったけど、うん、まあ、とにかく勝ち点3を取ることが大事だったし、うん、試合前も話したけど、とにかくこの試合に勝つっていうところの最低限の目標は達成できたかなっていう感じだね。まあでもポジティブなこともあったよね。そうね、交代から出てくるメンバーとかがやっぱ一緒、まあ、試合に、うん、試合に入ってきてくれたし、ちゃんと、まあ、安コーチ、うん、まあ、龍と、まあ、攻撃陣をこの2人が、うんうん、ヒロトも安定感与えてくれたし、うん、まさきもね、よかったし、よかったね。そうだね、層の厚さはすごく感じた1試合だったなっていう、去年と比べれば特に、はいはい、だからあとは、まあ、あと13試合あるけど、うん、まあ、まず4月28の試合に向けて、うん、あと2回活動できるから、うんうん、そこでしっかり課題を克服というか、うん、反省して調整してやっていければなと。加藤くんのお母さんもそうだし、うん、あの笑顔島さんも、うん、試合に見に来てくれたりとか、うん、そういうところでもやっぱこう責任感をすごい感じたし、尾、うん、関のご両親も、そうね、尾関のご両親も来てくれて、うん、すごくこう余計に、うん、プレッシャーじゃないけど、うん、もっとやんなきゃなっていうふうに思ったし、あとは、まあ、今日メンバー外出ちゃったけど、うん、俊介とか、うん、あの福ちゃんもそうだし、うん、まあ、翔太、あの、うん、翔太と泊まり、うん、もやっぱしっかり試合に来てくれて、うんうん、ううありがたいよ、うん、ありがたい、本当に素晴らしいよ、ね、貴重な日曜のこの午前中を使ってきてくれたから、うんうん、そういう方々のためにも、うん、やっぱり勝ちで、うん、返していかなきゃいけないなっていう、そうだね、思ったね。とりあえずは、とりあえずはギリ勝利ということで、まあ、開幕戦だって勝ち点3あればね、そうね、あの、まあ、よしだよね、合格点はあると思う。じゃあよし、行きましょう。加藤。